放射光源としてのシンクロトロンの図。中央にある直線の末端にあるビーム源から発生した粒子をまず小さい円で加速し、その後大きい円に導いて、さらに加速し、輪から接線方向放射される放射光を下流に置いた装置で観測もしくは構造解析の道具として利用する。このシンクロトロンでは粒子を時計回りに加速する。シンクロトロンとは、 円形加速器の一種。粒子の加速に合わせて、磁場と加速電場の周波数をコントロールすることによって、加速粒子の軌道半径を一定に保ちながら加速を行う。2011年現在、最も高いエネルギーまで粒子を加速できるシンクロトロンは、セルンの大型ハドロン衝突型加速器であり、陽光7テブまで加速することができる。 一般にシンクロトロンのみで粒子を加速することはなく、前段の加速器によって適当なエネルギーまで加速された粒子を入射した上で、さらに高いエネルギーへと加速するような形態で運用される。前段加速器としては、線形加速器、サイクロトロン、小型のシンクロトロンなどが用いられる。加速粒子の非電化によって最適な設計は異なり、特に電子シンクロトロンと陽、陽子 14シンクロトロンの間には大きな違いがある。よって一つの加速器で両方の用途に使用することは、加速エネルギーが大きくなるほど困難である。特に、エネルギーフロンティア探索に用いられるような大規模なシンクロトロンでは、どちらか一方の専用設計とすることが通例である。電子の場合、比較的小さな磁場でも容易に軌道を曲げることができるので、用いる。 電磁石は小規模のもので間に合う一方、比較的低いエネルギーでも速度が速く、シンクロトロン放射によるエネルギー損失が大きいため常に大きな力で加速しなければ電子のエネルギーを保つことができない。一方、陽子や重異音を加速する場合、シンクロトロン放射の影響が比較的小さく、比較的小さな加速でも粒子のエネルギーを維持できるが、 粒子の軌道を曲げるためには大きな磁場を必要とし大掛かりな超電動電磁石などを使用する必要がある。シンクロトロンは従来の線形加速器やサイクロトロンでは実現が困難な高エネルギーの粒子ビームを実現できることから素粒子実験等の高エネルギー物理学実験で広く用いられてきた。2007年現在で稼働している高エネルギー 衝突実験用加速器はすべてシンクロトロンである。運転を終了したものも含め、代表的な高エネルギー実験用加速器としては、セルンのレプ及び LHC、米国フェルミ研究所のテバトロン、米国ブルックヘブン国立研究所のリック、高エネルギー加速器研究機構のトリスタン、B ファクトリーなど。ただし、電子シンクロトロンに関しては、シンクロトロン放射が大きいため、 より高エネルギーの加速器を設計することが難しく、次世代の高エネルギー電子、コライダーとして大型の線形加速器を建設することとなった。電子シンクロトロンに伴う大きなシンクロトロン放射を積極的に利用することができる。高強度で強い指向性を持つ均一な白色光を特徴とし、この光を放射光とも呼ぶ。日本国内における代表的な施設に、 兵庫県にあるスプリングマイナス8、茨城県のホトンファクトリーが挙げられる。悪性腫瘍の放射線療法に用いる、放射線として、陽子やさらに重い重粒子を用いる重粒子線がん治療がある。これらの粒子が物質を通過する際に単位長さ、当たりに失うエネルギーをグラフにするとブラッグ曲線と、呼ばれる特徴的な曲線を描き、深い位置でピークとなるため、 周辺臓器への影響を少なくしつつ主要へ効果的に照射できる。このための陽子線、重粒子線を供給するための加速器としてシンクロトロンが用いられている。日本国内で代表的な施設としては放射線医学総合研究所のヒンメックなどがある。照射するイオンとしては最大230メブの陽子や 最大400メブの 12CE 原子核が実用化されており、さらに照射効果の高い音も研究中である。シンクロトロンは加速粒子にエネルギーを供給し続けることで、一定の円軌道に沿うように周回させることができることから、蓄積リング、またはストレージリングとも呼ばれている。蒸気の放射光施設の場合で言えば加速器自体は電子ストレージリングである。 1945年にエドウィン・マクミランとウラジミール・ベクスラーによって独立に発明された。粒子によって加速エネルギーは異なるため、特に注意書きのない限り加速粒子の欄の最も左に書かれている粒子のエネルギーが示されている。ありがとうございます。